はい、こんにちは。すみれチャンネルのすみれです。今日は割りピンで作ったおもちゃを発表していきたいと思います。割りピンというのは、こういって、こんな風にピンになっていて、厚紙に刺して、開いて、手とか足のパーツが動くようにするものです。そして私が作った割りピンのおもちゃはこちらです。わかるかな？これ、猫ちゃんだよ。このおもちゃは手足が動くおもちゃにしました。あと尻尾と顔も動きます。こんな風に動かして遊びます。あと、この写真を何枚か撮ってつなげたりするとパラパラ漫画のようなものもできます。これで割りピンで作ったおもちゃの発表を終わります。バイバーイ。